どうチャリオス。ということで今日なんですけどもね、久しぶりの購入品紹介ということで、僕久しくやってなかったんで、下手したら1年くらいやってないんじゃないかってくらい多分やってなかったと思うんですけど、今日は久しぶりにやってみようかなと。 YouTuber のお箱、ファッション系 YouTuber のお箱ですか、やってみたいかなというふうに思います。僕が買ったのはね、はい、アウディです。アウディ買いましたということで、はい、もう格が違います、この辺のやつと。はい、その辺のやつはなんかよくわかりませんけども、これ買いましたとか言ってますけども、こっち車買っとるんで、あのレベルがちゃうということで、皆さんそれだけちょっと最初にあの考えておいてください。はい、ということで、アウディの A4 ですね。A4 を買いました。の色がフロレットメタリックシルバーですか。まあ、シルバーですね。買いました。日本だとね、白、黒。これがね、一番人気の色らしいです。シルバーはね、あんまり人気ないらしい。ただね、本国のドイツ、アウディの本国のドイツでは、アウディといえばシルバーということで、まあ、僕はグローバルスタンダードというか、ドメスティックなスタンダードではなく、グローバルのスタンダードで生きていくので、まあそういう基準でというか、まあ僕もともとシルバーが良かったんで、シルバー結構似合うでしょと。俺に似合わないかと。うん、まあ白、まあ黒か、シルバーにしようかなと思ってたんですけど、まあシルバーの方がいいかな。ちょっと音が違いますね。はい。ということで、はい。見ててください、見てください。じゃあちょっとね、車内ですね。車内。はい。見たいかなと。エクステリアこんな感じで。まあ僕も車の詳しいことよくわかんないんで、まあとりあえず、アウディ A4 買いましたっていうだけです。まあ中がこんな感じで、ちょっとエンジンかけてみましょう。はい、という感じでございますね。まあ、レザーのシートで、ございまして、まあ、別にその特にね、こう車好きチャンネルとかじゃないから、車の照明なんかいろいろ、照明じゃない、説明してもしょうがないなと思うんですけど、っていう感じですね。でね、ちょっと残念なところが一つあって、それなぜか、何かというと、アウディは、僕、夜の方が好きなんですよ。夜の方がすごい好きで、なぜかというとこのやっぱライティングがかっこいいんですよ。フロントライトというか、まあ、ヘッドライトしかり、車内もね、夜になると例えばこういうところにね、ライトがちょっとこうライティングで出たりとか、まあ、至る所にこの LED のここのライトが出て、それがすごいかっこよくて僕好きなんですよ。ね、でなんだけど夜やるとさ、やっぱこの車の全体がわからないわけじゃないですか、暗いから。ちょっと夜も見せなかったんですけどもね、残念ながら。本当ね、ヘッドライトがめちゃくちゃかっこよくて、この、まあ、アウディといえばっていうね、この LED の、まあ、マトリックス LED っていうんですけど、それもね、本当にかっこよくて、結構僕、アウディに顔が似てるって言われて、なんですか、結構鋭いじゃないですか、アウディの眼光っていうか、車って顔あるじゃないですか、いろんなね、まあ、ライトの配置なり、なんかグリルズのところで、なんかこう、ちょっとこう顔っぽく見えるというか。顔は似てるって言われて、結構こう目、特に目ですよね。アウディは僕このライトがすごい、ね、鋭いね、カーっていう、あれがすごい好きでね、なんかこう自分ともちょっとシンパシーを感じて、よく思ってたのね、俺に似てるなと思って、俺も思ってたし、結構言われるしというか、うん、なんでまあなんか本当はね、そこのピカッと光るライトもね、ちょっとまたそれはまたの機会にということでございます。まあ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 、そんな感じで、そんななんか別にいろいろね、機能とかも僕ぶっちゃけよく分かってません、正直な話。まだ買ったばっかですし、使いこなせてないです。ただ乗るだけです、乗ってるだけなんですけど、いろんな機能あるっぽいですね。なんか追跡、渋滞の時追跡してくれたりとか、なんかいろいろあるっぽいですけど、まあそんな説明してもしょうがないかなということで、これからちょっと運転しつつ話してみようかなというふうに思います。今ちょっと車の説明みたいなのを中心に話したんですけど、それではなく、もうちょっとこうエピソードというか、なんでねアウディ買ったんかみたいな、なんかそういうところ含めてですね、はい、ちょっと話してみたいかなというふうに思いますね。ちょっと運転しますんで、はい、乗ってます。やっぱね、非常にね、運転もしやすいですよね。高速とかも走ったんですけど、めちゃくちゃ運転しやすい。ハンドルのこれもそう
そうですし、コーナリングとかもそうですしね。僕そんないっぱい車乗ったことあるわけじゃないですけど、運転のしやすくて。でね、なんでね、僕アウディ買ったかというと、僕30までにアウディ買うって目標があったんですよ。これね、まあ随所でちょっと言ってたこともあるんで、もしかしたら知ってる人もいるかもしれないですけど、30までにアウディ買うっていうのは僕一つのなんかちょっとした目標で、でまあ今27ですけど、まあそろそろ買うかなみたいな感じで買ったっていうのが、まあ一つ個人的な目標としてあったっていうのが、まあ一つと、あとね、もう一つはね、僕も別にその余裕でアウディ買ってるわけじゃなくて、もう普通に買う必要もないんですよね、僕ぶっちゃけ。なんていうんですか、車ので通勤しなきゃいけないとか、買う必要があって買ってるとかいうわけではないから、全くもっと買う必要ないんですよ僕。でもなんか、しかもアウディなんて買う必要ないんだけど、しかもね、今時ね、軽自動車が一番売れてる時代ですよ。セダンなんか買う人ね、ほとんどいないらしいんです、今若い人とか。特にセダンって一番売れてないらしいですよ今。こうセダンってこういう形の、この A4 とか特にそうなんですけど、そんなもんね、わざわざね、大金払って買う必要性ないけど、なんで買ったかっていうと、個人的な目標もあるけど、なんていうんですかね、なんかまあファッション業界とかもそうなんですけど、給料少ない、休み少ないみたいなイメージじゃないですか。でまあなんなら未来もないみたいな、将来もあんまないみたいなそういうようなイメージって多分あると思うんですけど、なんかそういった中でね、僕は正しい方でというか、正しいやり方でちゃんとやればちゃんと稼げるし、ちゃんと休みもあるし、っていうような、それ本来あるべき姿というか、本来そうあるべきじゃないですか、何事も。だからそういうのとしてね、やっぱなんかちゃんと結果出して、そういう姿としてね、こう見せるっていうことが僕は大事だと思ってるんですよね。夢がないじゃないですか、じゃないとね、働いてみようとかって思わないでしょ、そういうやついないと、そういう面白いやついないと、思い切ったことするやついないと。だそういうのも含めてね、僕は、なんか偉そうな、まあ言い方かもしれないですけど、一人くらいね、そういうやついても、僕が仮にもっと若くてファッションやってみようかなとかって思う一つのきっかけとしてね、そういうのがあればなんかいいんかなとか、そういうのもあるんですね。だから多少無理してでもカッコつけるというか、まあ、カッコつけですわこんなもん。カッコつけに、まあ、カッコつけ以外でアウディ買う人いないと思うんですけど、まあまあまあ、なんかそういうのもあってね、僕は買いましたってことですよ。だからまあ僕もね、これを勝手にもっと頑張って、まあ、次は40までにポルシェ買ったろうかなというふうに思ってますから、それまた新たな目標ね、自分にもまたこう次のステップが見えたし、一個この目標を叶えたことによって、ね、自分にとってもまあプラスだしっていうことで、はい、ね、そういう感じですよね。これを勝手にまた仕事頑張ろうと思うし、まあ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 、そんな感じでございますかね。まあ非常に僕は気に入ってます、気に入ってますが、まあでも買ってみたらこんなもんかなっていう感じですね、正直ね。ずっとアウディ30までにアウディ30までにアウディって思ってたんですけど、まあこんなもんかと。まあ次は40までちょっとポルシェ911かな、ちょっとわかんないですけど、911ね、かっこよくて、これで僕それもシルバーがいいんです、シルバーがいいかなと思ってんです。これ話しとりますけど、シルバーってなるとね、1代目アウディシルバーで2代目ポルシェシルバーでね、車庫に2台ともシルバー並んでたらちょっと気持ち悪いかなって、そういう心配をしてます今。それを一番心配してますね僕は。ちょっと良くないんじゃないか、かといって真っ赤なやつを買うのもどうなのかとか、それを最近悩んでます、いろいろ。まあそんな感じでね、とりあえず買いましたんで、今後は車内からの動画もこれも増えるのかなとかいうことでございます。でまあ最後になりましたけどもね、僕がこうやってね、偉そうにベラベラ喋って車買いましたとか言って言えるのもね、これ本当に皆さんのおかげで、これ嘘偽りなく本
当にそうですよ。ね、いつもお買い上げいただいてる方とか、ね、ウォッチし続けてくれてる方とか、まあそういう方のおかげでしかない。それに他ならないので。だからまあ僕は、そうやって見てくれてる方に、まあね、3年前ですか、ユニクロ辞めたとか、仕事辞めたみたいな、あの死んだような顔の男から、まあ徐々にこうね、変わっていく姿をもコンテンツとしてお届けすることによって楽しんでいただければなというふうに僕は思ってますから、まあそういう感じでございます。はい、これからも僕は頑張り続けて皆さんに楽しんでいただければなと思います。はい、そんな感じですね。ではまた。